はいどうも、アルティメット工房のサミです。この動画ではキング&プリンスの情報をお伝えいたします。早速明日4月3日水曜日、キング&プリンステレビ出演情報、雑誌の掲載情報はありませんが、24時5分から文化放送にて放送されるレコメン、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンに永瀬廉くんが出演いたします。4月から時間の変更がございますのでご注意ください。出演情報は以上です。キング&プリンスエイプリルフールの答え合わせ、ティアラに負けず劣らずピカピカです、歯ブラシだけにね。こちらなんとキング&プリンスの&の上の王冠が歯ブラシになっております。そして本日はエイプリルフールでございますことから無礼講でございます。以後半角開けおよび大文字を徹底させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。ということで、本来はキング&プリンス&の前と後に半角が入ります。こちらキング&プリンスの P が小文字になっています。あとは公式のページ、永瀬くんと高橋くんの顔が交換されているっていう点がねありましたけれども、完全に皆さん騙されてましたね。まさかの嘘つかないってこと自体が嘘やったという巨大伏線。どや、5周年ラストもよろしくお願いします。ということで、皆さん5周年ラストまでしっかり応援していきましょう。そしてこれからもキング&プリンスの情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。テレ東系4月期ドラマ95特別映像とポスターが渋谷に登場です。放映期間は4月の14日日曜日までとなっております。キング&プリンスの情報は以上です。私相葉サミ、ただいま毎日ミクチャにて生配信を行っております。よろしければミクチャの無料アプリを入れて相葉サミと検索してください。よろしくお願いします。それではまた明日動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。